テレビアニメバックアローリンガリンの放送局皆さんこんにちはテレビアニメバックアローアタリアリエル役の須崎彩です皆さんこんにちはテレビアニメバックアローエルシャリン役の小沢ありです リンガリンド放送局第26回の配信がスタートしましたこの番組はテレビアニメ「バックアロー」をマックス盛り上げてきた冒険活劇ラジオです、はい、なんかちょっと寂しいね過去形になっちゃうとそうなんですよ、はい、半年にわたってお送りしてきたリンガリンド放送局、うん、最終回になります、はい、最終回なんですがなんかねあの前回の時に最終回ゲストさんっていらっしゃれるんですか、はい、って言ったら うん、ちょっとまだ分かんない超中ですとか言われてた <laughs> いやマジか大丈夫かって思ってたんですけど、はい、いや最終回にふさわしいねはい、はい、あの今回はシリーズ構成前話脚本を担当された中島和樹さんがいや待ってましたな、はい、さってますので鈴崎さんと中島さんの掛け合いが聞けるんですもんね。私たちの掛け合いが <laughs> 私 <laughs>、はいんですすずっと熱しして嬉なんかね絶対に あのアフレコの時はいじられていたので、うん、今日はね、<laughs> いじり返してやります。いや、でも、途中 <laughs> に入ってきた時から、もう戦いは始まっておりました。けたけね、<laughs> やられてました。やられてたそうなんです。そうなんで今日はね、そんな和樹さんへの質問とかもいっぱい来てるので。はい、っぱい、ありがとうございます。はい、時間の許す限り、あの伺っていきたいと思います。はい。それでは、最後までお付き合い、よろしくお願いします。この番組は。 バックアロー制作委員会の提供でお送りしますテレビアニメバックアローインガリンド放送局では本日のゲストさんご紹介しましょうテレビアニメバックアローシリーズ構成全話脚本の中島和樹さんです はい、中島です。よろしくお願いします。お願いします。須崎さんがね、いじるって言ってるからね。いじられるか、いじられるか。あ、強いね、こ暴力に出よう早い。あ、殴って始まった。あ、い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 。あ、ごんなさい、やばいやばい。本当にもうね、脚本家殴る声優って。あ、やばい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 。やばい、やばい、音声だけ。だからネットニュースになっちゃう。ね、ちょっと、ちょっと、ちょっちょっよくないです。はい、ということでね。 あのカズキさんこのラジオ、うん、何回かね聞いてくださってたりとか、うん、もうね前回のね不動さんたちもすごい濃くてね<っ>感心しましたよね。前回<ー>も,、ね、も聞いてくださってる、ね。聞いた聞いた。もう毎回聞いてるよ。あええええ。ああ、えーうん、聞いてますよ。 ね。それで須崎以上のポンコツもいるんだってことがあったんです。何ですかそんなことですか。なん第1回とか第2回の後に、なんか須崎がお姉さんしてる。あ、そうなんだ。です私はもうこれの須崎さんが普通なので、え、もっとやすごいんですか須崎さ昔は自由だったよすごい本当にいないとこでいっぱい伝説は聞きますなんか。本当にね。 いやよく生き残ってきたからね本当そうですよねよかった淘汰されずそれぐらいやんなきゃダメなのかなって私もちょっと思って言われたそいうことじゃない先輩でねちょっとゴミのね手風ゴミじゃない鼻の油でそれもね公開イベント中にだよえ あイベント中ですか？航イベント中に勝手に自分の席を立ってうロうロして、で戻って戻ってきたらいきなりヒトさんと反ナを鉄さんのあのズボンで拭いてて、お前今何やった？飲み会で酔っ払ってたんですか？違う違う、想像とめめめだよ。もうパクドミミキシン一郎、ね、みんないたところでだよ。どういうこと？あ次の話に移るじゃない。 ということでですね。えっと今回はバッカローについてね本当にあの聞き残しがないようにお話を伺っていこうと思うんですけど、我々からも質問いっぱいあるんですが、ちょっとねなんせリスナーさんからのメールがいっぱい来てまして、そこにね結構かぶった質問もそうなんですよ。みんな同じ気持ちだった。早速ね紹介していきたいと思います。あでもね概ね多分インテリ声優の須崎さんでね。めちゃめちゃ負けず嫌い攻撃ってる。え一目サンデーエレファントさんです。 須崎、えー、さん小沢さんそしてついに中島さん。 ご機嫌麗しゅうございます。<laughs> ええー、最終話まで放送お疲れ様でした。はい、毎回予想の遥か上を行く展開に、本当に楽しませていただきました。うん、え、どのように構成をされたのか、ぜひお話を聞きたいです。えー、着地地点はあらかじめ決めておられたのでしょうかといただきました。えっと、かなりこれ、ざっくりした質問だから。確かに、だけどまあ、着地点の話をすると、うんうん、えっと、初めの設定を決めて、えー、っと。か きめてキャラクターを固めたところぐらいで大体、ま、いいこういうことだよねって決めてたんですけど、うん、具体的なアイデアはまあ,あのその辺でだから,書き始めの初期ぐらいで決めましたね一番最初にその壁の外から来る男っていうのがもう、うん。 メイそこ決めてから最後の決めで,、うん、で壁の中があって、うん、で壁にからのの外に行きたいって男がいて、うん、でこういう世界があってじゃこの世界って何なんだろう何のために作られてるんだろうっていうのを、まあ、決めていった感じでああそうなんですね。うん そのストーリーの前にキャラクターがあるんですそとも逆なんですか、ね、あいやいや、えー、と設定って言えばいいのかな大体いいこういうことでうん、うん、例えば今回で言うと一番早かったのは信念、うん、がロボットになるっていうこととあ、うんまあ、壁の、えー、中の世界があって壁の中の世界に壁の外から来た男がその世界を変革していくっていうその壁の中の三国志みたいな感じで結構その中のえっ、ー、と なのが割と最初だったんです、ね、なるほど、うん、じゃあ設定でじゃあその後にキャラクターだったら、えー、例えば軍師みたいなのがいるよねとかでこっち側が何ていうかなこう武力の国と地力の国だよねみたいな感じで、うん、主人公たちが来るのは何もないところだよねみたいなことを決めていった感じかな。三国もじゃあパッと決まってた、ね、まあ話をしながらなんかでねそうやっぱりのあの国が乱立してて、うん、その混乱した世界がある方がいい 四年の中から、話をしていく中で、あ、じゃあ大体三国ぐらいがいいかなと。で、っていう感じで、えっ、ー、と、考えて,て、あ、じゃ、あ三国志ですね、みたいな話。なりましたね、えー。なるほど、そういうのって、その、まず、その、監督とかと一緒に、うん、今回、どういうので、いきますかみたいな。そう,ですそうです、最初にね、これは、だって、あの、あの、プロデューサーが、うん、えっと、僕と谷口さんを組ませたいって話があって。うんうん、その上で。 えと割と最初からロボットアニメにしましょうってのあったかな二、えー、人がやるんだったらロボットアニメですねみたいなことがあってじゃあどういうロボットアニメにしましょうかみたいな話からだったような気がするななるほど、うん、初めにロボットありきだったんそうそうそう,うん、うん、それであ、神殿がロボットになるってアイデアが出てそこからまあ転がっていった感じだよねなるほど<ー>、うん、結構なんかバトったりするんですかいやこれはもっとこういう構成にしましょうよとか <laughs> あのーえっと、あんまりそのねこう直しっていうか大きな直しは 1回だけあったのは、うん、えーっとあのリュートでレカとの戦争が終わった後と、うん、14話かな15話かな、うん、あの内乱が起こるじゃない、はいうん、であの時にあの俺がそのブッチの活躍を書きすぎて。そう <laughs> もっとあった。だからほとんど1はブッチの話だったのね。えー、そしたら私下にさすがにこれ違いますよねって言われて<笑><笑>そうですねってちょっとフランス系みたいなことがやりたくて<ー>結構民衆にこう武器を配っていく<ー>そのなん武器商人に化けて配る理想なんだとか<ー>そういうディティールを細かく書いていったのね。そしたら 違いますねって、そうですねって言って、あの、それは前倒しにして、今の構成になりましす。なるほど。それくらいかな。ブッチは、ブッチされるから、ブッチって名前。俺はね、そのつもりで書いたんだけど。でも違う、でも本当は、二つあってるのは、ブッチャー。肉屋さん。肉屋さん。で、ブッチャーで、ブッチだったのね。でも、ブッチってつけてからには、ブッチとしなきゃいけないよねっていう感じだった。え、肉屋さんなのは、最後肉編になっちゃうから。すごいこと言よね、さすがのざわだ。怖いって思ったんですよ。いやいや、いやいや。あの。 こういうところでその代表になる <laughs>、うん、あの職業何がいいかなみたいなところで肉<よ>なんとなくお肉屋さんがいいかなっていうくらいですね。 頼もしい感じですもんねせっかく書いたそのブッチの話どこにも出ないで終わっちゃうんですかねそうだねなんか円盤特典とかになったらいいのにそうねだから CD ドラマで千葉さん呼んでブッチの話をそれちょっと考えたんだけどプロデューサーがあんまりいい顔しなかったんでやめましたはい じゃ続いて紹介します。はい、泉さんからいただきました。ありがとうございます。ます須崎さん、小沢さんゲストの中島佳祐さん、こんにちは。こんにちは。ちは非常に豪華な声優陣の揃ったバックアロー、中島さんからこのキャラにこのキャストを推したいみたいな要望などはあったのでしょうか。中島さん過去作にも出られた方が多く気になったので聞いてみました。 須崎がよくあんねって私のことも押してくださいでも本当にねおなじみのキャスト陣というかまあ両方で谷口さんと僕と出会えた感じでそういう意味で言うとね今ここも完全に谷口陣営と中島陣営のわけですけどねそんな感じも小沢谷口須崎中島みたいなとこあるけどまあ別にそういうことではないけどもただえっとね 人名の話で言うと、うんえっと、オーディションじゃなかったのは研究さんとミキさん。 かな。え、だけ。え、檜山さん哲さん。はオーディシいや、檜山さん哲さんも、あ、そうそう、オーディションじゃないね。うん、檜山さん哲さんはもうなんとなく出るよねって感じ。だった、こだよねって感じだったけど。絶のケンユウさんとルドルフの、え、ミキさんは、これぜひってことで、僕はお願いしましたね。うん、あ、でも、それだけって感じなんですね。あ、いや、でも、大半はほんと、本当にオーディションですよ。うん、でも、オーディションはね、受けてましたよね。そう、そう、そう。で、テープオーディションでね、生のオーディションじゃなくて。そうですね。 さんサンプルもらってだからキャストもシャッフルしたしねプラーク・コンラートの小松さんとか確か連習で来てたのを、うん、えっとプラークにしたりとかねうん、うん、あったあった梶君も確かねうん、うん、あれなんだしゅうでってたんだよな。 何ていうのある方がいいんじゃないかなみたいな話になったりとかそうういのやりましたねでも私も今回の「バックアロー」のキャスティングで一番なんか気持ちよかったのはそういう意味じゃ「小清水もそうなんだけど割とも2人とも「う小清水さんだよねこれは」って言ってたんだけどちょっとスケジュールの都合とかあっていけるかどうか分かんなかったんで確かフィーネ役はオーディションはしたんですなんでも最終的には小清水さんでいけることになったんでだったらもうっていう感じだったんです。 受けた人絶望だよもうさんでいいじゃんでもそういうことあるよね昔別の作品で A という人にしたかったんだけど A という人がスケジュールの都合で絶対無理なんでということでオーディションしていろいろやって B という人に決まりかけたのねそ B という人がスケジュール NG になって代わりに A さんが来ますって言われて。 逆逆転転のじゃあオーディションなんだったんだよみたいな確かにそういうことかあるよねへえかオーディション受けに行ってもさなんかそのこれあもう絶対この人じゃんみたいにもう浮かぶ時ない何かもういやそこを食い込んでいくのが仕事じゃないですかでもキララキレの時だってミキスギを受けたミキさんの役を小西さんが受けたんだけどいやもう絶対ミキさんじゃんってビジュアルを見て思ったらしくてしかもミキスギって名前だしね だからなんか結構よくあるよなそういうことって思いながら私も割と浮かべながらやっちゃいますねんかこれだったら楽しそうだなみたいなこの人だったら分かるなれ思っちゃうんみたいなつまり自分じゃなくて別の人がこの役にハマったら楽しそうだなみたいなあ絶対可愛いなとかあ素敵だろうなって思って受けるんですけどねうん。

えー、和樹さんから見た、えー、須崎さん演じる辺り小澤さん演じるエルシャのどちらもぴったりだと思いますがここをよく引き出せているなど中島さん的に良かったところを教えてください。ねちゃんとね日本語が言える須崎で良かったなと思いますね。<laughs> そんな初歩の初歩の感想ですか？いやくのもう正確に最低限のちゃんと読めて読めて読めていた漢字も読めていた。小学生の勉強もやんですよ成長を感じましたね。十二画以上の漢字も読めたし。確かに確かにあの手のひらに書かなくても覚えられるマコのネタなんですけど。まあでも今回はねあのさっきはまあえっと普通っていうかまあ まっって飛び道具でまず出会ったからね、うん、あのそうじゃなわりと普通に感情のある人をどのくらい演じられるのかっていうことで小沢に関してはまあその僕初めてだったから逆にだからそのこんな強い意志の人をやるのは初めてだったって聞いてあ,、はい、あそうなんだと思いながら聞いてましたけどね。うんうん、特にあの えとすっごい色が濃い中でニュートラルをこの2人がやんなきゃいけないから、うん、そ,そのなんていうかなニュートラルをぶら、えー、さずにやってくれるのが、うん、の君たちの仕事だよと思いながら見てたけどね。うんうん 確かにかそのもうこれぞ決めのセリフじゃないようなうん、うん、その他の人を立たせるためにあえてその,その前の私たちのセリフはそんな立たせないでっていう時もあるじゃないですかなんかそういうことをなんかやっと考えられるようになりました。私目立っってもなな、うん、なんんんんだだだとかかかかやっぱりそれはっバトンリレーだからねううに やるときはや,らやるのかなっていう場面でも、うん、やっぱりその他に立つキャラクターがいるから抑えるんだっていう、うんうん、勉強になり,なりましたけど、うん、なんかどうやってもやっぱ先輩には。 勝てないから強に私全力でやっても弱いっていう <laughs> <ー> <laughs> ところはまだ思いました。うんでもそれは強い役ではないからね。弱い人たちが、うん、この大宇宙もだから最終回のあのセリフだよね。うん、私たちがここにいることが証明ですっていうのが、うん、ためのえっ、ー、とまあキャラクターでもあるわけなんで、はいうん、そのためにだからやっぱりあ普通であること 弱くていいっていうことみたいなことを、体現してほしいなと思ってたけどね。うん,う,んうん。みかこしとかね、すごかったね、なんかああいう男装の麗人的なキャラで、うん、あんなに戦ってこう。うん、なんだろう、あんまこう必死すぎても、多分、強そうに見えなかった。はい、はいう、はい、うん。なんかその塩梅が絶妙というか。うん、よかった、最後まで熱かったですよね。うん、かっこよかった、うん。しかもね、相手がね、小清水、堀内、激震だからね。<laughs> ね<ー>大変だよね。<laughs> 勢量の戦いを。そうそうそう。初戦がまず稲田さんだから、鉄さんだから。まず初戦を鉄さんの勢量よりもかっこよくね勝っていかなきゃいけないから大変だったと思う。私も鉄さんと戦うシーンがあったのちょっと嬉しかった。ああそうなの。ありましたね。個人的に嬉しかったです。はい。じゃ続いて紹介します。レン君って後半いじられてましたか？ カ<は>さんからいただきましたあ。本に <laughs> うう鈴木さん、ありさん、中島さん、こんにちはバックアロー最終回まで見ました。くっそ面白かったです。ありがとうございます。なるはやでと前回言われていたので、要件のみのメールで恐縮です。質問ツって本当に若返ったんですかそれとも、まとったオーラが見せたイメージですかあと、劣化の禁書に書かれた殲滅者の予言って誰が残したんですか えっと、セブン説明書の字を残したのは僕ですね。僕はキャットホルンで書きましたからね。はい、僕ですね。神だった。あのあれはね、要はあのブライハイトみたいなもんなんだよ。要するにあの新伝師がこうあの要するに気持ちが若返ってから、若い気持ちが権限したから、上に一つまとってるわけだよね。でそれはね、えっと設定。 どっかに出る設定には一応言葉とかも出てくると思うけど、ねはい、多分郵送権限になってるんじゃないかなあへえーうんえー、すごいなんかすごい考えてうう新陳代謝がめっちゃっ活発になって綺麗、うん、な細胞がふわーっと出てきたのかなとかだから上にまとってるってイメージですね、うんうん、だから中身はなジジなんだよなるほど、うん だからその最後剥がれていくからもう爺に戻るってことね。権勇さんがこないだゲストに来た時にすごい張り切って若くやったのにそんなに若ぶらなくていい。最初にやっぱりそのなんていうのかなり若いのを作っていやもうちょっとニュートラルに若くしてください。あった。自然に。権勇さん的には俺はできるぞっていう。いやいやだからさその前にずっと権勇さんそのあの来てていやさこんな今回まあそのお爺さんだけど。 俺若いのもできるんだよってずっとねこてつさんとか檜山さんに言ってたんだよねで俺それ聞きながらやってもらいますからニヤニヤしてたんだよねあなたとか今知らないけれどもいずれやってもらうことになりますからすごい確かに予言みたいなもんねすごいなはい。え続いてのメールですミスターポストさんからいただきましたありがとうございます鈴木さん小沢さんそしてゲストの中島和樹さんこんにちはこんにちは え早速ですが質問ですバックアローではシリアスなストーリーの中にもデマイン化学合唱団や肩からワインを飲むルドルフなど意表をつくようにコミカルなシーンが出てきますよねえー、これも和樹さんのこだわりなのでしょうかぜひともお聞かせください、はい、といただきました、はい、合唱団は監督のアイデアですねうん俺も最初聞いた時には何を言ってんだろうと言っていましただからむしろ僕はあ,のあのプラグが突っ込む歌はいいっていう方が俺の気持ちです <laughs> で肩からワインを飲むのは、えっと、あれ俺のアイデアですね。あのー、おかしいっておか,しい、まあ、おかしいんだろうな俺はでも結構そうなんていうかこうクジャクの羽のようにワインボトルがこうわーっと広がってて <laughs> それからチューブでこう血液に。あの 入っっっててるイメージだったもんね要はあの酔うのにもうさあの口から飲んでても間に合わないんで、うん、血液に直接アルコール注入して酔っ払うみたいなぐらい変な人っていうイメージはあったんだけどでもそれがこうワインボトルが空薬の羽のようにバーッとあのなってて宝塚の最後のラインダイスのようにね <laughs> なってる人だったらかっこいいなと思ったんですけど。そこまで もう一回ぐらい見たかったそもうやらないからそうもったいなかったはもう普通に飲んでてこれであら肩じゃないんだだ肩からキュッてなそっちのほう見たかったなって思いました確かにあと私聞きたかったのがアローが胸に傷がいあれあんまり語られてないなか思って一応表現してるんだけどだからあれがバグつまりアローになってる時は 傷があるわけね。それがバグなんだね。で、あの殲滅者になった時は戻ってるわけ。はい、消なんか消えてる。だから本来の姿は殲滅者だから、その時には消えてるんだけど、それがあのリンガリンヌのみんなの意思であの介入してる時、つまりバックアドってなってる時には傷があるっていう。なるほど。そういう設定ですよね。バグなんだ。降ってきた時についた。そう、ついた。基本的にあのあの揺れられて。 と時にまあねあのやけどしたって背がついたっていうね本当に今落なんか熱いもう全部そうなんだと思っちゃうからちょっとお互いの身も思ってもちろん君おと何年付き合ったんだいもう剣さん並みに嘘つきおじさんだったね剣さん嘘つきおじさんだったそうだからはいエイドンさんからいただきましたありがとうございます鈴木さん小沢さん中島さんこんにちはこんにちは脚本家の中島さんにお聞きしたいのが普段

流さなくなくでまあ,あのコロナになってから家で仕事するようになったんですけどでもまあ基本的にいいててる時は無音で書いてますね喫茶店いやかっこいいなんか執筆者って感じがすごい <laughs> <laughs> すごいですねいやいやいやそういうことじゃないんだよ、うん、あの家で一人でやってると怠けるから、うん、それでその喫茶店に行ったら人の目があるじゃない、うん、だからさすがに動画とかをダーダー見るわけにはいかないじゃないでしかもほら喫茶店でこう お茶代を払ってるわけだからうん、うん、怠けてると このお茶代がもったいないとか自分も信用してないから自分もこういろいろこう奮い立たせるために喫茶店に行ってたわけですけどそれもちょっとコロナで行けなくなって家で仕事しだしたら家でもやれるぞ俺と思って最近は家でもやってますね結構なんかその資料の本とか周りに置いてたりとか見ながらとか書いたりするんですかあの後で見せてやるよひどいよえ見たい写真があるんですか写真あるよえ見たい見たいすごいひどいよあのもう本当に本の柱になってますえぇかっこいいね か,かっこよくないよ。かっこよくないよ。本そうですよ。やっぱ本で調べるんですね。本で調べ、あ、本だけじゃないけどね。もちろんネットとかもあるけど。こういうことですよ。うわー、すごい。えー これ棚とかにこれはピシッとかでだってもうこれは来たら埋もれそうだし震度震度二でも怖いですよ。これがね、免震積み上げをしてるからね。免震結構ね、もうめちゃくちゃ。そのそれ知りたいぞすごいえそれちゃんと全部読んだ本なんです。いやこれは読んでない本の本。読んでない本の本。写真は積んどく写真入ってなくて、もうあの漫画。 あの漫画で見るようなもう縦にがあってあの時々ツイッターに上げますのでツイッターに見たい方はぜひねカズヒさんのツイッターを登って面心積み上げじゃ続いてのメールでかすくりさんからいただきましたありがとうございますあやっぺありちゃんそしてゲストの中島さんこんにちはこんにちは今回は中島さんがゲストということでぜひ一度お伝えしたいと思っていたことがあります 東京にある福岡うどんの美味しいお店をツイッターで紹介してくださってありがとうございますおうおう私は和木さんと同じく福岡県出身で、うん、えしかも父方の実家は 田川後藤寺駅のすぐ近くということですごい僕の地元の駅ですね勝手に親近感を感じていましたあれはそうですかでツイッターをフォローしていたら時々出てくるグルメ情報がすごく嬉しくて中島さんの紹介してくれたお店は結構行きましたが中でも博多うどん酒場一かばちかを知れたのは本当にありがたいと思っています今後とも美味しいもの紹介も超絶面白い作品もどっちも期待していますと じゃあここで博多うどんの話をしていいですかこれするとねあと三十分はいきますよ行っていいですか大地のうどん以外にもあるんですね大地のうどんはねあの高馬場だよねあれはねでもね博多うどんにしては珍しい細麺でちょっとあれは割とイレギュラーなんですよなぜかねあのもちろん福岡にもあるんだけど割とイレギュラーなものが先に福岡に来ちゃって不思議だなと思ってるんですけどすごいスピードでしゃべる好きだからそれはそうでもう大地のうどん以外にもいくつかあるんだけどでも残 残念ながらやっぱり、ね、これっていうやっぱ決め手には欠けてますね<ー>あの一バチカも昔は吉祥寺だったんだけど今エビスだけはあるのかな<ー>はいでまあ一バチカもねまあ弱い麺なんですけどもあ,あそこ肉うどんがメインなんで,肉う,んなんであの肉うどんで要するに肉の甘みとつゆの味を混ぜたところで、うんえっと、あそこのうまみが出るんだろうなと思いますけどねああ それはね、でもね、博多うどんの場合にはごぼてんうどんそれか丸ルテうどん、まあ肉うどんも最近メインなんだけど、僕はどっちかっつったらやっぱりそのごぼてんマルテが好きで、いっぱい喋ってる。喋るって言ったじゃない。で私もうどん大好きで、なんかどのバランスがもう一番好きなんですか。あ、あのね、だからそうどんはあなたはどこのうどんが好きなの。あ、で私はもうサヌの方。あ、サヌは麺ね。だからサヌキやっぱり麺が美味しいんですよね。麺とあと。 薄い,薄いおだし,おだし、ね、<laughs> かけが好きなんですよ。うん、るほどね。でもね、えっと福岡の場合には、えっと小出汁、本当にまさに出汁の えっとインパクトが強くて、うんうん、でこれにえっと麺がえっと福岡の場合にはすごい柔らかい麺なんだけど、でもねその表面上が豆腐でいうところのもめん豆腐みたいな感じで、うん、ちょっとデコボコしてるわけですよね。うん、これ柔い麺にこの,、うん、このえっとお出汁が絡んで、ちょっとちょっとって言った時口の中に麺と一緒に出汁も入ると、うんうん、でこの時のやっぱりその二つの調和が非常に美味しくて、しかもえっとその えっと、柔らかい、だけども、その柔らかさが、この、だしの旨味と、べん、あの、粉の旨味を引き出すわけよ。は,<ー>はい。まだいけるよ。もういきないよ。もういきないよって。でも、あの、すけさんうどんは本当に好きです。私。 すけさんうどんね、本当に食べたい。あ、いやいやば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 いや。ばいや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 。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら皆さん通販でお会いしてくださいね。はい、ありがとうございました。ええ。しゃべらせろよ。いや、僕ね、お時間が縮てしまったんです。残念ながら。ね、本当とにね、まだまだいくらでも本当に話せるんですけど、お時間でもらえる。うどん情報はね、ぜひ、かずきゃのツイッターで皆さご覧ください。たくさんのメール、ありがとうございました。ありがとうございました。 リンガリンド放送局お送りしてきましたテレビアニメ「バック・アローリンガ・リンド」放送局あっという間にエンディングのお時間ですではここでバック・アローの最新情報をお伝えしますバック・アローブルーレイ &DVD シリーズオリジナルサウンドトラックが発売中です 特典などは公式サイトをご確認の上、ぜひゲットしてください続きまして、魂ネーションズからのお知らせですロボット魂からブライハイトのムガとギガンが商品化ムガは一般店頭にて販売が始まっておりますまた SH フィギュアアーツではアローとエルシャが商品化こちらのアローも一般店頭にて好評販売中ですデフォルメフィギュアシリーズフィギュアーツミニからはアロー、エルシャ、アタリーの3人が好評発売中です これらの商品の詳細は魂ウェブでご確認くださいそしてブライハイトのメタルチャームやトートバッグなどたくさんの商品が発売中です詳しくはムービックのホームページでご確認くださいまた全国のローソンではバックアローのオリジナルブロマイドをローソンプリントにて販売中詳細はローソンプリントホームページをチェックしてください最後に新宿丸い面にてバックアロー期間限定ショップが開催中です いつもとは雰囲気の違うドレスアップしたキャラクターたちの書き下ろしイラストを使用した新商品の販売のほか、お買い上げ抽選会や展示なども実施中。7月11日日曜日までの期間限定ですので、ぜひお立ち寄りください。詳しくは丸井の公式サイト、公式ツイッターをチェックしてください。はい、さて、えー、リンガリンド放送局最終回は和ズさんとお届けしてまいりましたが、<laughs> はい んの印象がかでもなんか円盤のコメンタリーも若干そんなところもあるので後半はねもうそうですよねだからバックアロー終わりましたけれどもまだえっとね b l u − r と DVD が発売されるわけですよでそこでドラマ CD ですね今2枚2回付いてるんですけども後半も2回書き下ろしで新作を書くことになっておりますのでここでまた聞けなかったエピソードも聞けると思います。 ますで皆さんよろしくお願いしますぐらい言えよ。私たちが今もう終わりよけの声です。今か聞いてました。違うよ。だからそういうこと振るのが司会でしょって話じゃないですか。すごい教えられた最後。MC をいや本当にねあの円盤にねすべてが詰まってますのでよかったら皆さんゲットしていただいて引き続き配布される円盤よろしくお願いします。あの結構本格的に。 フルキャストでやったりもしてますのでお楽しみにしてください。おししすよろく願いまということでなんか本当に最終回なんだークールもやってきたのにあっさりと終わるラジオでもなんかこう和樹さんだからしんみりした感じには絶対ならないだろうと思ってました。 どんな話をもっとさせてください。いや本当にね打ち上げもしたいのに適度にちゃんうどんが食べられるところでね打ち上がれたらいいですよね。そうだね。そんな日を楽しみにね待ちたいと思います。え皆さんラジオもお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ということでこの辺でお別れです。ここまでのお相手はアタリアリエル役の須崎綾とエルシャリン役のお座割と中島和樹でした。ありがとうございました。 この番組はバックアロー制作委員会の提供でお送りしました。